坂本取ったぞ。これでお前の150キロも取れる。やった。坂本が思い切り投げれれば絶対打たれない。相手を完全に抑え込んでしまえば勝てるよ。そうだよ、勝って苦しいんだ。霧の高校、わしの森のキャッチャーがバッティングセンターでキャッチングの練習？はい、昨日遠藤と二人で打ちに行ったらおじさんから聞いたんですが、キャッチャーがプロコーナーで150キロの球を取る練習に来たと。監督、坂本が本格的に投手の練習を始めると新聞に出てました。ということはかなり強力なバッテリーがわしの森に